ですね、嬬恋スポーツクラブっていう、あの総合型地域スポーツクラブっていうのを、あの我々今立ち上げる準備をしている。長さが調整できますよね。長さの調整する方法を説明します。で、左に漏れてないところがあると、皆さんの持っている、丸いやつはですね、日本で独自に開発された歩き方で、これを引くことによって歩幅が広がるんですね。先生のお手本を見て練習しました。いよいよウォーキングコースに出ての練習です。参道に出ておしゃべりをしながら歩きます。浅間山に向かって畑の中の道を歩きます。カラマツの紅葉が見事です。モミジも見ごろです。1時間半の講習も終わりに近づきました。楽しい一日でした。